皆さんこんにちは、トエイミンです。今回は、房総半島を大回りをします。この切符は蘇我駅で買いました。それでは、切符を改札に投入して、レッツ大回り。最初は、内房線の君津まで行きます。列車を待ちましょう。なのになんで上総一の宮駅を取ってんだよ。おかしいだろ。いいじゃないか。この電車遅れてるじゃないか。なんで先に内房線からやるんだよ。乗り換えがだるいんだよ。言っとくけど、このルートから行っても同じだぞ。うわぁ。次は、立山駅に乗ります。
しばらく経ちました。そしたら、綺麗な海が広がってました。ここで千葉方面の列車と行き違いをします。ここで阿波鴨川方面の列車を待ちます。ここは思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。木更津方面の列車が発車しました。もうすぐ我々が乗ってる列車も発車します。ここからは外房線です。今年も合わせ物にご注意ください。外房線は小湊、勝浦、大原、茂原方面、各駅停車、千葉行きは。
降りましたも向かい側2番線から15時50分の発車です。動画の尺が長いので一度ここで切ります。ここまでのご視聴ありがとうございました。続きは後編をご覧ください。